バッター4番の T 岡田、今日は2回には先制ホームラン、第11号のホームランを放っています。まあ、上内を、ね、ここでピシャッとこう抑えればまた次にチャンスが来ますからね、はい、そうですね。ライトへ打球伸びる、内川下がって見上げてスタンド、今日2本目、ツーアウトを取った後上内が打たれました。まあ、今言ったばっかりですけどね、Tー岡田今日2本目のホームランです。あ、戻ってきたかな、少しね、まあ、まだ打てないチェンジアップとかね、あるんですけれど、少し思いっきりの良さと的確さは出てきてますね。はい、試合日本も久しぶりですね。そうですね、ちょっと痛い1点ですよね、これね。これ8回2アウトランナーなしからのホームランです。やっぱり2点差と3点差、残り2回を考えるとね、これ1試合2ホーマーは今シーズン2度目ということになるんですが、5月の29日、これ交流戦の時ですね、中日戦で河合から2本ホームラン放っています。まあ、今日は右左、ね、はい、両方から打ってるわけですから、少し明日からね、明日はまた北九州ですからね、嫌な球場ですから、ただ上内にとってはこの1点は悔しい結果になりました。良かっただけに最後の締めでこんな形になると印象また悪くなるんですよ ね、 すね。まあ、やっぱり慎重さが足りないとかね、まあ、本人も非常にこう悔しそうな表情を浮かべています。はい、そうだと思いますよね。ここでいい形で終わりたかったはずですから、